最後水曜中華の裏ユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11を回りまして、2月の13日月曜日、旧暦のうちなぐいみでは1月の17日なといびん。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いをいただきたいと思います。さあ暖かくなりましたね。まあね、朝晩まだ冷たい感じがするわけなんですけどもね、もう風がね体に当たったりするとね、肌に当たるとこう冷たく感じるわけなんですけれども、やっぱり、ね、まだまだ、寒さは忘れてないという感じでございますね。ここ弓田村も例えば沖縄気象台11時発表天気予報によりますと、本日の日中の最高気温は18度、なかなか上がらないですよね。でこれもまあ今日明日までということでございましてね、明後日あたりからはぐっとまた気温も上がりまして20度近くになってくるということでございますのでね、ちょっと春の暖かさを感じていくのかなと思ったりもするわけなんですけどもね、うん。まあ、お天気の方もまた、今日もね北の風があるということでちょっと肌寒く感じるわけなんですが、お天気は晴れ、後曇りということになりまして、明日もね、そういう感じのお天気ですのでね、この、お天気がしばらく続くのかなと思います。さあ今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根智です。いたしくおにげさびら。
りしましたのはユミタンソンソンカお届けさせていただきました。さあ、お送りしておりますユミタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思いますが、今日はですね、まあご存知の通りユミタンソン議会、臨時議会が行われるということでございまして、今日はですね、議員さんいらっしゃいちゅうねコーナーはお休み、コーナーというか番組はお休みということになりまして、私の方で進めてまいりたいと思っております。今日は、2月に入りまして、ユミタンソンのこの広報ユミタン、こちらの方をねご紹介していきたいと思います。まあ、月に一度ですね、ラジオ広報ユミタン勝手にお届けしてるわけなんですけども、そうラジオ広報ユミタン今日はね、そういう臨時機会があるということで、この機会を活用しまして、広報ユミタン2月号をねラジオでお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ、ラジオ機の皆さん方、まだ広報ユミタン見てないなっていう方はね、どんな記事が、載ってたんだろうって思う方ね、ぜひ参考にしていただきたいと思いますし、ぜひ、ご自宅にあります広報ユミタン手に取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。広報ユミタン、ユミタンソン1万4000世帯余りの、ところに全世帯に配布となっておりますのでね、各自宅の方にね、配布されておりますので、ぜひお読みいただいて、ユミタンソンではどんなことが起きているのかな、これからどんなことが起きるんだろうかということをね、文字で、活字で確認していただきたいと思います。さて、広報ユミタン2月号、表紙を飾っていますのは、平成29年第53回ユミタンソン成人会、ごめんなさい、成人式、はい、でしたね。これ1月の8日の日に文化センター大鳥ホールで行われたわけなんですが、その時の模様が映し出されております。スーツや振袖、袴を身にまとった、新成人434名が参加して、会場では久しぶりに再会を喜び合う姿が多く見られたというふうにね、伝えております。広報ユミタンね、2月号本当にこう各、これは古源中学校、とかユミタン中学校のね、団体で写ってるんでしょうね、おそらくね、袴姿のね男の人たちね、また振袖の女性の方々ね、スーツ姿の男女ね、本当にたくさんの、皆さん方が大人になったということでね、成人を お祝いをする日でありましたね。まあでもユミタンソンもね、400名余りの方々が、まあ、500名近くね、成人者いられるということで、出席者も434名ということでございましたので、ね、多くの方々が参加したのかなと思います。まあ昨今成人式というとね、なんか荒れた成人式みたいな感じのイメージがありますけども、ユミタンの方では、そういうこともなくね、目立ちたがり屋は結構おりましたけれどもね、これはいつの世も同じでございまして、本当に改めて成人者の皆さんおめでとうございます。大人の責任を持って行動していただきたいと思いますね、よろしくお願いいたします。さあ、そういう広報ユミタン2月号開けますと、表表紙裏は平成29年度村県民税、県国民健康保険税、申告受付のお知らせっていう風にタイトルが、一面載っております。これ税務課の、住民税係の方からの、広報なんですが、2月16日から3月15日までは村県民税県国民健康保険税の申告受付期間となっております。平成28年度分のですね、所得について期限内に申告書を提出をお願いしますということで、受付期間はね申し上げました通り、2月の16日から、3月の15日までということになっております。受付は、読谷村役場1階村民ホールにおきまして、午前9時から11時、午後1時から4時30分までというふうになっております。それぞれのですね、申告受付地域別にも分かれております。詳しくはユミタン村広報ユミタンね、2月号をご覧になっていただきたいと思いますが、できるだけ地域別にですね、参加いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。また、申告期限を過ぎますと税務課窓口での申告相談受付を停止いたしますので、ぜひ3月の15日までにですね申告の方をよろしくお願いいたします。平成28年分以降の、村県民税兼国民健康保険申告書などの提出の際には、マイナンバーの記載プラス本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。ここね、今年から変わりましたので気をつけてくださいね。はい、本人確認書類、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードだけで、本人確認が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを、確認できる
通知カード、ね、役所から送られてきていると思いますけども、その通知カードと、プラス、運転免許証など、身元確認ができる書類を、ね、両方お持ちになってくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ということで、詳しくは読谷村税務課住民税係、電話番号 982-9206 982-9206 までお願いいたします。まあ、私は、村県民税申告が必要かなとかね、分からない方、アプローチもですね、広報読谷2月号載っております。そちらの方もご覧になってください。また分からない場合は、税務課住民税係までお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして広報読谷2月号、お伝えしていきましょう。まず最初の記事は、フルゲン南バレーボールクラブ熊本大会出場決定ということでね、ございました。村長教育長を訪ねている写真がね、掲載されておりますが、フルゲン南バレーボールクラブ第6回ドリームカップへの派遣が決まり、その報告のために、昨年12月19日に石目村長と松田教育長のもとを表敬いたしましたということでね、写真も載っておりますね。こういう写真がね、広報みたいに載りますと、やっぱり、皆さん楽しみでございますよね。はい、そして時計小学校、ね、また子どもたちの話題ですけども、時計小音楽部マーチングバンド全国大会金賞と、これね、大きく掲載されておりましたね。村長も先日ご出演の時にもお話しされておりましたね。第44回マーチングバンド全国大会で、時計小学校音楽部が小学生の部マーチングバンド部門で初の金賞を受賞し、その報告のため12月21日に石峰村長と松田教育長のもとを表敬訪問しましたということでね、本当にね、時計小学校音楽部、音楽部というね、吹奏楽だけでも大変なのに、マーチングというね、すごいですよね。動きながらね、もう本当にもうこの直線や曲線をうまくみんなで団体でね、動いて、イメージを作ってくれるね、素晴らしいですよね。私もね、旅行業時代にこのマーチングをね、印刷をよくやっておりましたので、まあにわかマーチング部コーチになっておりましたけれども、本当にでも素晴らしいね、小学校中学校の時のああいうね、体験をするっていうのは僕は素晴らしいことだなと思いましたね。時計小学校音楽部の皆さん、改めておめでとうございます。さあ、そして、続いてのこちらも同じく子どもたちの話題ですけども、県小学校童話お話大会において金ジャナさんが、最優秀賞を取られたということで、第67回沖縄県小学校童話お話大会に、金ジャナさんがですね、読谷小学校3年生ですけども、はい、最優秀賞を受賞しましたということでね、12月に石目村長と松田教育長のもとを表敬したということもね、記されておりますね。金ジャナさんすごいですね。お姉さんはナールなんですよね、私どものパーソナリティでね。いや、素晴らしいですね。お父さんお母さん方の教育がよろしいんでしょうか。本当にね、兄弟揃って優秀でございました。素晴らしいです、おめでとうございます。そして読谷村体育協会中上郡駅伝大会10連覇達成ということでね、これも素晴らしいでね、ニュースでございました。12月18日残波岬公園内において第36回中上郡駅伝大会が行われ、6町村の体育協会が出場したされましたということでね、その中で読谷村体育協会が1位を勝ち取ってということでございまして、10連覇ですからね、モノホンですよね、素晴らしいです。そして、人権擁護委員の大城克一さんが法務大臣を、表彰を受けましたということの記事も載っております。本当にね、長年の、ご活躍の功績が称えられたということでね、素晴らしいことでございます。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日はノンゲスト、ユンタン村議会がですね、本日は臨時議会があるということでございまして、今日はですね、議員の皆さん方お休みでございまして、今日は私パーソナリティ中曽根智晴が、広報ユミタンラジオ広報ユミタン2月号をお届けしておりますということでね、さあ広報ユミタン2月号さざっていきますけどもね、明けました3ページ4ページか4ページは第53回ユミタン村の成人式の、記事が、一面掲載されております。まあこの第53回ユミタン村の成人式の皆さん方ね、434名ということでございましたけれどもね、たくさんの方々が本当に参加されておりましたね。石目村長はいつの時代も若者は次の時代を作り出す原動力です。どうか失敗を恐れずに様々なことにチャレンジし、各自それぞれの輝く未来に向けて力強く前進していってくださいということで、成人者の皆さん方を激励されたということで、まあ、対して、当時を述べられた、金城博也さん、そしてこれは弓田中学校代表ですね、そして古源中学校代表が小橋川みなみさん、お二方は、本日私たちは晴れて成人の日を迎えることができました。しかしながらまだまだ未熟であることには変わりはありません。目標や課題が明確であっても困難や壁にぶつかり合う、ぶつかり迷うことがあるでしょう。その際はどうか先輩方の力を貸してくださいと。読谷村の将来を私たちに描けるよう、読谷村を支えていくことができるように精一杯頑張ります。そして次の世代へ希望のバトンを渡せるように努力していきたく、強く思いますということでね、力強い決意を述べられておるということでございましてね、記事は伝えております。ぜひねご覧になっていただきたいと思います。成人者の皆さん方はですね、毎年そうなんですけども、いろんなこう海浜清掃であったり、今回も戸口の浜の清掃をしたとかね、また瀬那覇川での清掃をしたとか、また読谷祭りの帰宅指導を行うなどね、成人者としてのね意識を、社会の一役を担うということで、こういう社会活動をね、始めたりしておりますね。この傾向とてもいいことだと思いますね。一人でも多くの成人者の皆さん方が一緒になって行動ができることを期待したいと思います。来年またね、迎える皆さん方ね、先輩方を背中を見ながら頑張っていただきたいと思います。さあ続いては、読谷見聞録です。男のロマン、山芋スープチャンピオン大会開催山芋だったんですね、はい、思わずヤギって言おうとしましたけど、はい、昨年の暮れ12月25日これは毎年なんですけどもね、年度暮れに開催されますね。今年は第5回を迎えました読谷村山芋スープチャンピオン大会、もう至る所で話題になります。最近では、あんた植えたかとかね、もう植え始めたよとかね、そういう話題になりますけど、じゃがいものね、じゃがいもスープっていうのが最近こう各自治会でも行われているようでございまして、ちょっと山芋スープが、こうにわかに話題が少なくなりましたけどもね、しかしながら、まだまだ男のロマンは続いておりましてね、今回チャンピオン賞を取ったのは、赤芋の部ではですね239キロの作川正秀さん、フルゲンの、ね、方なんですけどもね、もう連チャンですよね、作川さん素晴らしいね、そして、白芋の部が 189.1 キロで長浜の千葉な国夫さんということでね、チャンピオン賞それぞれ取っておりますね。これもすごいですよね、一株で239キロって、でも県内では300キロ超えのね方々もいらっしゃるということでございまして、読谷村はまだまだ、伸びしろがあるなという感じでありますけどね、佐川さんもおそらくねそこを狙ってるんじゃないかなと思いますね。赤芋の方は、結構大きくなるね、そうなんですけど、白芋はなかなかね、大きくならないそうで、それぞれの、芋の部で作られているということでございましたチャンピオン賞でございます。チラカギ賞ね、これはこの芋の形がいいものということでね、はい、受け取った本人方はチラカギではなかったという司会の、コメントも笑いを、引いておりましたけどもね、赤芋の部は、瀬那覇の長浜新吉さん、それから白芋の部は同じく瀬那覇の、荒垣、新善さん。ジャンボ賞、一株ではなくて一株の中から1個だけ単体で大きいもの、はい、
赤いもの部は34キロで、かかず、さんですね、キナの方です。同じくキナの方で白いもの部は46キロ、これでかかったですね。松田綾曹さんね、松田さんですね、団体賞は各自治会から出ておりましたが 739.7キロということで、瀬那覇自治会がもうたくさん作られたということで、この739キロの山芋は一体誰の胃袋の中に入ったんでしょうか。そこが僕は気になりますけどもね。はい、ということでね、当日は本当にね、寒い中でもございましたけども、本当に冬の風物詩となりましたね。その記事が、今回読谷村、広報読谷2月号読谷見聞録に掲載されておりますので、ぜひご覧になってくださいね。はい、今回ね、あのジャケットもね、ゴルフのグリーンジャケットのような感じでね、ジャケットをね、団体の皆さん方にもお渡しされておりましたよ。それから古毛南小学校の生徒たちもね、特別参加でね、参加しておりましたね。お菓子もらってましたね。はい、他の小学校でもね、食物を育てる、食べ物を育てるっていうものをね、意識していただきたいと思います。はい、来年も楽しみ、あ、今年ですね、今年も楽しみですね。はい、さあ続いてです。平成28年読谷村民生委員児童委員委嘱状伝達式が行われましたということです。3年に一度の一斉改選によって、この度66名の皆さんが厚生労働大臣および沖縄県知事から委嘱を受けて、12月7日に読谷村文化センター中ホールにて石嶺村長より委嘱状が交付されましたということでございましたね。地域の身近な相談や関係機関へのつなぎ役としてね、民生委員児童委員の皆さん方は本当にこうね、プライベートなしで頑張っていただいております。本当に頭が下がる思いでございますが、本当に66名の皆さん、3か年間よろしくお願いしたいと思います。そして、もう一つの記事です。図書の寄贈があったようです。12月26日最新の子ども学研究成果を集めた世界子ども学大辞典というのがですね、今回、読谷村教育委員会へ寄贈されたということでございます。本当にありがたいことですね。そういう、読谷村立図書館で、借りることができると、これすごいなんか、本らしいですからね、ぜひ皆さんもね、手元に持ってもらいたいなと思います。はい、ということでね、読谷見聞録ご紹介させていただきました。続いてのページです。第6ページ、マイナンバー通知カードの保管期間3月31日まで。これ先月も伝えましたけどもね、もう来月末日までですよ。読谷村役場では通知カードの保管期間延長及び交付を3月31日にをもって終了いたします。マイナンバー、は社会保障、税、災害対策などの分野で利用できる、大切な番号で、今後もあらゆる場面で活用されることになります。通知カードをまだ受け取ってない方、ぜひ期限内にお受け取りくださいということでね、マイナンバーの通知カードね、ちょっとあのハガキサイズよりちょっと大きめのものなんですけど、これがね、各、個人1人1枚ずつですよ、送られてきていると思います。ただし、不在者であったりとか、ご住所にいらっしゃらなかった、これご本人にお渡しされることになりますので、受け取れなかった方はですね、役場の方で預かっていますということで、これぜひ受け取ってください。受け取れなかった場合にはもっとね、いろいろとこう複雑になりますのでね、よろしくお願いいたします。それから、マイナンバーカードね、そちらの方もぜひね、作成してください。このマイナンバー通知カードがあると、読谷村役場にもね、500円だったかな確か、写真撮影する機会もありますので、その撮影機会によってですね、マイナンバーカードの申請がより簡単になるということで、住民年金課の方から、私も教わりました。ぜひね、そちらの方でカードの交付もね、やっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。詳しいお問い合わせは読谷村役場住民年金課までお願いいたします。さあ、そして続いて、読谷村役場1階福祉課からです。暮らし仕事何でも相談会っていうのがね、開催されます。これはご相談無料、予約も不要ということでございます。就職がなかなかできないとか、雇用主との、トラブルを抱えている、多重債務や離婚問題、心の悩み、ニート、引きこもり、ね、家賃など支払いができなかったり、生活費に困っていることなど、その他もろもろ一人で悩まないでお気軽にご相談くださいということで、2月の7日、まあこれ過ぎましたね、2月の21日火曜日
ね、に、読谷村役場1階福祉課相談室の方で行われますので、ぜひ午前10時から16時、ね、ご相談にいらしてください。相談無料というふうになっていますのでね、よろしくお願いいたします。お問い合わせ、読谷村役場1階福祉課、982-9209 までお願いいたします。はい、暮らし、仕事、何でも相談会でした。さあ、続いてです。65歳以上の要介護認定を受けている皆様へということで、同じく福祉課の方から、障害者控除が受けられることをご存知ですかということでね、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で一定の要件を満たす方に対し、申請により確定申告時に必要となる障害者控除対象者認定書を発行いたします。この認定書により障害者手帳をお持ちでない方でも障害者控除を受けることができますよということでね、65歳以上で要介護認定を受けている方、65歳以上で要介護認定を受けてないが認定を行う状態にあることを証明できる医師の診断書を添付されている方ね、ぜひねお問い合わせください。よろしくお願いいたします。65歳以上要介護認定を受けている皆様へということでね、ご案内が来ております。続いて、これは読谷村役は住民年金課からのお知らせです。4月1日から証明書発行などの手数料が改定されます。ね、4月1日から、証明書発行などの手数料が改定されます。読谷村では行政サービスの向上を図るため、各種、証明書などの発行を迅速化する電算システムへの導入や改ざん防止用紙などの導入を行ってきました。しかしこれまで30年余りに、据え置かれてきた現行の手数料額はこれらの経費を賄えない状況となっております。そのため財源確保と村の財政基盤の強化を目指す目的として、以下の通り、各種証明書などの発行に関して手数料額の改定を行います。村民の皆様のご理解とご協力をお願いいたしますということで、ね、ちなみに印鑑証明書など登録証など住民票のね、写しなどは現行200円でしたが、改定後4月1日から300円となります。以上、その他ね変わりますのでね、よろしくお願いいたします。それでは一旦コマーシャルです。はい、時刻は午後じゃないや午前11時30分を回りました。ここで1曲ねお届けしたいと思いますが、これはですね未来児童館からの、楽曲の提供なんですけどもね、未来児童館では児童の音楽をやりたい気持ちを実現させるため音楽部を実施しております。今年度は11名の児童がダンスやギター歌を練習し、オリジナルの楽曲を作って、ライブやミュージックビデオの配信を実施しましたということで、その曲が届いておりますのでね、ぜひ皆さんにもご紹介したいと思いますので、お聴きいただきたいと思います。それではどうぞ。今日の日も昨日のことも繰り返すことはないだろう。
はい、お届けしましたのは、ユミタンソンのですね、未来児童館ね、こちらの方ではですね、今現在ギタークラブね頑張っているようなんですけども、あの YouTube とかにもね映像も配信されているということでございますので、ぜひねご覧になっていただきたいと思います。そして現在未来児童館ではですね、子どもたちの音楽を通してね成長させていくということで、いろんな活動しているわけなんですが、楽器の数が不足しているということでございましてね、ご家庭に使っていないギターなどがありましたら、ぜひ譲っていただきたいというふうに思います。これからもね、皆さんの、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。なお、この楽曲提供は二弦式ね、それから、動画撮影は各機がね、やってるということで、広報の方でもね協力いただいているということでございますので、ぜひこれからも楽しみにしていただきたいと思いますね。FM タンの方でもですね、この曲もね、私たちもどんどん PR していきたいなと思っております。僕たちの歌、未来児童館ギタークラブの皆さんでございました。さあ、それでは早速ですけどもね、また広報読谷2月号をご紹介していきたいと思っております。広報読谷2月号、10ページです。障害福祉サービス利用説明会ということで、これ2月の18日、今週末土曜日になりますね。読谷村役は福祉課からの、これは記事なんですが、障害福祉サービスの内容、申請の手続きやサービスを利用するために必要なプランニングについて説明会を行います。現在サービスを利用している方も、サービスの利用を検討されている方もぜひご参加くださいということで、対象は村内在住の障害をお持ちの方及び保護者、障害福祉にご興味のある方というふうになってますね。2月18日土曜日午後2時から、エミタンソン福祉センター2階ホールで行われます。ね、ぜひ、障害をお持ちの方とかね、保護者の皆さん方、ぜひこの、障害福祉サービスの利用の説明会、ね、参加費無料ですのでご参加お願いいたします。2月の18日午後2時から読谷村福祉センター2階ホールでということでございます。さあ、そして今月の目指せ健康ユンタン座ボリューム152、はい、今回のタイトルは大腸がんは早く見つけて早く治すということで書かれておりますね。早期発見すれば 90% 以上が治る大腸がんね、とても、大事ということでございまして、これはね自覚症状がほとんどないということでございますので、現在沖縄県においてはですね、第2位が、男性のね第2位が大腸がん、はい、死亡数のですよ。第1位は肺がんなんですけどもね、女性の第1位が大腸がんらしいですね。2位が肺がんということでございまして、はい、いずれにしても大腸が年々増えているということでございましてね、死亡率も高くなっているということでありますので、早期発見よろしくお願いいたします。まあ、そのためにもぜひね、治療など、それから検診などをねしっかりと受けていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。大腸がんの予防ポイントってありますよ皆さん、はい、脂肪の取りすぎに、注意と。脂肪の多いなど肉を食べると消化液である胆汁の分泌が増えます。たくさんの胆汁酸が分泌されると便中の二次胆汁酸、が増えて大腸がんを引き起こしますということで書かれてますね。油分の肉とかはね、ちょっと控えた方がいいということも書かれてますね。また食物繊維で便秘予防ということもありますね。これはまあもともと言われてますよね。お野菜とかねたくさん摂って方がいいということでね。がんの講演会とイベントのお知らせ、2月の22日水曜日午後1時から読谷村地域振興センター2階大会議室において、大腸がん前立腺がん、がん予防の講演会が行われます。2月の22日水曜日ですよ皆さん、午後1時から振興センター1階の方で行われます。あ、ごめんなさい、2階の方でね行われますので、もうこれ参加無料ですからね、ぜひね、興味のある方参加お願いいたします。さあ、続いて子育てサロンのお知らせです。読谷村家庭教育支援事業では親子を対象に子育てサロンを開催しております。子育て中の親子が、気軽にサロンを利用し、支援チームと、子育ての悩みや情報交換をすることで心を癒し、子育てに、楽しく向き合えるようお手伝いをいたします。
ね、毎月第2第4の木曜日午前10時から12時、読谷村文化センターの和室で行っているということでございますので、気軽に参加されてください。詳しいお問い合わせは障害学習課、電話番号 982-9231 までお願いいたします。2月3月は第4木曜日サロン講座を開催しているということでございますのでね、はい、参加お願いいたします。さあ続いて健康推進課からです。子ども未来通信ですね。赤ちゃんの体を守るワクチンシリーズパート2 BCG&4 種混合と書いてますね。感染症から自分の子供だけでなく周りの子供たちも守るために予防接種は非常に効果の高い手段の一つです。子供たちの健康を守るために予防接種の効果と副反応をよく、理解し計画的に予防接種を受けましょう。今回は BCG そして4種混合について取り上げておりますね。BCG の予防接種、はい、1歳未満のね、子どもたち、これは無料となっておりますのでね、接種回数は1回。それから4種混合ワクチンは、これは戦後3ヶ月から7歳5ヶ月までの間の子どもたちで、接種回数は4回となります。こちらも費用は無料となっておりますね。読谷村ありがたいですね。詳しいお問い合わせは健康推進課までお願いいたします。続いてです、都市間代理です。こちらの方ではですね、2月定例行事ブックスターとお話し会、第1第3日曜日に 毎月ね開催されておりますよ。ビデオ上映会などお話し会ね、詳しいお問い合わせは、都市間までお願いいたします。先だってもね、学びフェスタもね素晴らしかったですね。いろんなねリサイクルフェアなどもね都市間の方ではやってたようでございます。さあ読谷村立図書館は 958-3113 958-3113 までお願いいたします。それから給食通信も今回入ってますね。1月24日から30日まで全国学校給食週間が行われたということでございましてね、こういうこともあるんですね。でも読谷村のね、給食は美味しいというふうにね言われてますからね、本当に学校給食の皆さん方が本当に頑張ってやってるんじゃないかなと思います。今日古源中学校の方ではですね、さよなら、学校給食ということで、バフェがね行われるということでございます。毎年私たちもね取材依頼が来ているので、古源中お邪魔させていただいてるわけなんですけども、はい、今日おそらくねこの後うちのスタッフが取材に行くかと思います。この模様はまた、今日ないし明後日の、夕刊 TV でご紹介できると思いますのでね、そちらの方も楽しみにしてください。さあそれから平成28年度読谷村介護予防普及啓発事業、目指そう叶えよう頑丈の島ということでございましてね、これは皆さんもご存知の通り私も参加させていただいております。というのはですね、毎週火曜日1月から3月までの3ヶ月間なんですけども、ラジオ版デイサービスということで、サンジジャーで UMR というね番組をさせていただいております。これは毎週火曜日の午後3時から4時の1時間、介護予防に関する方々をゲストを迎えながらですね、介護する側される側どちらにもプラスになるような番組作りをしておりますので、ぜひそちらの方もね、聞いてそれから見ていただきたいと思います。まあ、それ以外にもこれまでね、ウェルネスプログラムであったりとかトータルウェルネスであったりとかっていうものが、開催されておりましたが、来たる2月の23日木曜日にはですね、先日もご紹介させていただきました笑いで介護予防ということで、2月23日木曜日午前9時30分の会場で午前10時から12時まで藤木隼人さん、話し家シーサーさん、今日も新聞載ってましたね、そして小蛇美佐子さん歌者でございますね、タマンチさんという大道芸人さん、はい、この3名がご出演いただきまして笑いで介護予防という講演が開催されますので、ぜひ、2月の23日これ大鳥ホールでね行われますので無料でございますので、ぜひねご参加お願いいたしますよ。詳しいお問い合わせは読谷村福祉課の方までお願いいたします。電話番号 098-982-9234 です。よろしくお願いいたします。それが、村民特別出演ということでね、ユイド会の皆さん方ね、レクボランティアの皆さん方でございましてね、公演の前に、参加者と体を動かしてリラックスして公演が観覧できるように、読谷村ユイド会の皆さん方がご協力いただくということでございます。
また、3月26日日曜日には、ペコロスの母に会いに行くという映画が上映されるということでございます。3月26日日曜日、こちらも読谷村立文化センター、大鳥ホールで開催されます。午後2時の開演ですね。ペコロスの母に会いに行く、ね、映画で介護予防ということで、ぜひね、こちらの方も、今からチェックをして、ぜひね、無料ですのでね、本当に皆さんご協力参加の方もお願いしたいと思いますね。介護はですね、私たちの身近なものにもすでになっているということを一つご理解いただきたいというふうに思います。さあ、広報読谷2月号ね、ラジオ広報読谷をお届けしております。エンディングに入りまして、また、イベントの紹介などやっていきたいと思いますが、広報読谷、この後はユンタンザインフォをお届けしていきたいと思います。お聞きの放送は FM ボタン、周波数は 78.6MHz、 インターネットでも映像を交えながらお届けしておりますので、お楽しみにしてください。お送りしておりますユンタンジャデバンですよ。今日は2月の広報読谷に、2月号ラジオ広報読谷ということでお届けさせていただいております。さあ、最後のページになりました。ユンタンザインフォですね。無料法律相談2月の15日にね行われます。無料法律相談、村民の皆さんを対象に弁護士や司法書士から相談内容を受けることができます。その相談内容においてのですね、対処方法や法的手続きなど今後の対応についてアドバイスが受けられますので、ぜひね、ご相談されてみてはいかがかなと思います。はい、そして、行政相談のお知らせもございます。行政相談制度は国の役所の仕事に関する、苦情や要望などをお受けして、その解決を促進するとともに皆さんの声を行政に役立てるものです。こちらも2月15日に、こちらは戸口公民館の方で行われますね。はい、さあ、そして、都市計画課の方では緑の募金運動をね、行っております。2月の1日から4月の30日までが募金期間となっておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。国民年金保険料は口座振替が便利ですということで、住民年金課からも来ておりますね。うっかり納付期限が過ぎてしまったなど、忙しくて金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払う時間がないという方は、お染め忘れの心配のない口座振替をご利用くださいということでね、口座振替について、ぜひね、読谷村役場住民年金課の方に、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。その他、
農業者の皆さん、農業者年金でゆとりある老後をということでね、農業委員会から、も入っておりますね。また大気おすすめフェアスタンプラリー、これね昨日で終了しましたね皆さん。はい、2月の22日の水曜日この時間11時にですね、2月の22日11時ですよ、このエフェンタの番組内で公開抽選会を行いますね。さあ、航空券ねなど豪華景品をもらうのは誰でしょうかね。公開抽選会です。ラジオとネットで行いますので、ぜひそちらの方もご覧になってください。よろしくお願いいたします。はい、その他いろいろ細かいことは入っておりますけども、ぜひね、広報読谷2月号ご覧になってください。さあ、そして、裏表紙は読谷村文化協会よりお知らせです。第22回文化祭開催されます。3月の11日土曜日と12日の日曜日、読谷村文化センターで行われます。読谷村文化協会主催の第22回文化祭、展示部門は、書道、それから読谷盆栽同好会、などなど、たくさんのね、部門の部会の皆さん方はね、参加されるようでございます。煎茶や舞台部門、舞台部門に関してはですね、有料となっておりますので、2日間投資券が500円となります。初日の11日土曜日が琉球古典芸能鑑賞会、それから、2日目の12日日曜日が、お楽しみバラエティステージということでね、ハワイアンフランなどいろいろとねございますので、ぜひどちらもお楽しみいただきたいと思います。詳しいお問い合わせ、入場券などは読谷村文化協会事務局にお求めください。文化協会事務局の電話番号は読谷村文化センター内にあります。電話番号 982-9292、 982-9292 までお願いいたします。はい、ということで、その他、イベントなどをご紹介しておきましょう。2月の18日土曜日は読谷村地域振興センター、こちらの方でですけどもね、就活セミナー&無料相談会というのがございます。これ琉球新報機能販売店からの、お申し込みなんですけども、今だから聞ける葬儀のこと、こう変わった相続税、相続対策成功例失敗例などなど、いろんなねお話が聞けるということでございますので、最新の葬儀情報、葬儀 Q&A、 遺言相続、財産管理、エンディングノート、保険エトセトラということでね、就活セミナーが開催されます。2月の18日土曜日午後1時30分からです。ぜひね、ラジオ局の皆さん方ね、こういうのやっとかないといけない、元気のあるうちにねこういうことをやってた方がいいですよということをよく最近ねお話伺いますのでね、こんちゃん、オーラチェならもんという方はね、ぜひこういう就活セミナー、まずはね参加してみてはいかがかなと思いますね。どういうもんなのかなっていう勉強するだけでもいいと思いますよ。さあ、そして2月の19日日曜日、読谷村文化センター大鳥ホールでは宝くじおしゃべり音楽館が開催されますね。はい、清水美智子さんが司会されましてね、いろんな声で、会場を、沸かせると思いますけども、ミュージカルの名曲歌っていただきますのは島田佳穂さん、そしてピアノ演奏は小原隆さんということでね、素晴らしい方々が、本物のね、スクリーンミュージックを聴かせてくれるだろうと思いますので、ぜひねこちらの方もお楽しみに。これは全席指定ということでございます。いい席お早めにね、まだまだ残りがあると思いますのでね、一般2500円、高校生以下は1500円ということになっております。当日はそれぞれ500円ずつ上がりますので、お早めにねお買い求めください。チケットの、お求めは読谷村文化センター大鳥ホール、電話番号 098-98-9292 までお願いいたします。ぜひね、お足運びください。よろしくお願いいたします。それから、来週末なんですが、2月の25日土曜日と日曜日に、読谷村ファーマーズマーケットユンタ市場の駐車場におきまして、第24回読谷やちむん市が開催されます。これもね毎年すごいですよね。もうこのね読谷飛行場のね、圧倒地滑走路、これありますよね、大きいバイパスの今工事やってるんですけど、振興センターからまっすぐこれ全部駐車場になりますけどもね、もうすごいですよ。ずっと遠くまで車が並ぶぐらいすごい、もう全県下からね来られるところとなっておりますのでね、私たちエフェンタもね業者に入っておりまして、広報活動させていただいております。当日もね取材させていただいたりね、そういう協力をしておいたいおるわけなんですけども、ぜひね、読谷やちむん市ね足を運んでください。よろしくお願いいたします。さあ、そして、この週末ですね、読谷村にはすごいビッグイベントが開催されますね。7人制ラグビー
女子ラグビーのですね、国際大会がここ読谷村残波岬のボールパークで開催されます。午前9時からスタートしますけど、2日間両日ともにですね、行われます残波岬ボールパーク。これなんと無料ということになりますのでね、ぜひともですねラジオ聴きの皆さん方、こんな機会はありません。参加されるねこのチーム、まあ、フランスとかが外国からも見えられるんですけども、あの東京オリンピック2020年にね、参加されるチームであるというふうに言われてますので、これから先ね3カ年間ラグビー7人制ラグビーっていうのも追っかけるのも楽しみですよね。あの人たちがオリンピックに出場するわけですから、いやーこれは素晴らしい。その方々が読谷に来るわけですから、それも素晴らしいということでね、ぜひともラジオ局の皆さん方、今週末の土曜日と日曜日ね、およその時間ですけども午前9時そして12時、夕方の、3時だったかな、はい、ぐらいにですね試合がスタートしますので、ぜひね入場無料ですから、はい、足運んでください。本物の新生ラグビーがね、見れるということで、国際試合ですからね、ぜひそちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。さあお送りしていきます、ユンタン、お送りしてきましたユンタンジャ出番ですよ。今日はね、読谷村議会が臨時議会ということで議員の皆さんのご出演はなかったんですけども、広報読谷からね、2月号の内容をお届けさせていただきました。ぜひねお手元の広報読谷参考にしていただいて、これからもご愛読をよろしくお願いしたいと思います。それでは本日この辺で失礼いたします。また明日この時間にお目にかかりましょう。それではさよなら。Thank you.